皆さんこんにちは。今日もイタリアのローマ近郊に27年在住しているミホが気軽におしゃべりをしたいと思います。ちょっと前回の動画でね、冒頭のご紹介を変えようかなと思ってご相談したんですけど、圧倒的にイタリア在住のミホでいいんじゃないですかっていう意見が多かったので、まあこんな感じにしてみました。そう、もうね、このチャンネルは、まあ、イタリアの食卓っていうチャンネル名なんですけど、最初は料理をメインにしていて、まあ、その後、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、世界情勢のことを共有するチャンネルになっていたんですね。ところが、まあ、今年の3月に主人が突然死したことで、まあ、私の状況が一気に変わって、それからはまあ私の人生を皆さんと共有して意見を交換したりだとか、私のこの思っているままをそのまま皆さんと共有していくようなチャンネルになっています。で、まあ、今後もね、まあ、私の思いついたままを発信するチャンネルでありたいなって思っていて、私がここで思っていることを共有したりだとか、まあ、立ち直る姿を皆さんにお見せすることで、それが誰かの勇気になっていればいいなと思って、まあ、今後もね、いろいろなことを発信していくチャンネルにしたいなって思っています。で、時々料理もまたやってくださいっていうご意見もいただくんですけど、まあ、料理もその思いついた時にまたやりたいなとは思うんですけど、まあ、以前のように、まあ、その新しい、メニューを、新しいレシピを作るモチベーションとかは下がっているのは、事実です。なんか他にもっとね、ちょっと自分の人生について、まあ、考え直さなければいけない時期で、まあ、いろいろな思いがあったりだとか、それからまあ別に私の中でもその世界情勢以外にもいろいろなことをちょっとまた興味を持ち始めた分野なんかも変わってきていて、他の情報の方に目がいってしまって、まあ、いろいろ勉強したくなってしまっているっていうような部分もあったりだとか、そんな感じで、まあ、ちょっと料理も思いついたらもちろんやりたいと思うんですけど、料理の方はね、すでに本当にたくさんのレシピを公開しているんですね。私が普段イタリアの家庭料理として作っているレシピはもうほとんどご紹介していると思うんですね。もしかしたら何かまだご紹介していないのがあるかもしれないんですけど、ほとんどイタリアで私が普段作っていた家庭料理はご紹介しているので、そちらはね、再生リスト概要欄にもリンクを貼ってあるので、そこから見ていただければ、いつでも私のレシピの中からいろいろなレシピを探すことができると思います。一応分野別にね、いろいろな分野で再生リストをまとめてあるんですね。なので私自身も自分のレシピ本みたいにもなっていて、自分の再生リストがね、だから今日何を作ろうかなと思った時に自分の再生リストを見て、あ、じゃあこれ作ろうかなと思ったりだとか、あとお菓子なんかのレシピは、まあ、私が公開しているのレシピ、全部お菓子のレシピの再生動画に入っているので、そこから材料は概要欄を見れば分かるので、それで確認したりだとか、自分のレシピ本みたいにもなっています。という感じで、最近料理動画がないから寂しいって思っている方は、私の再生リストに行けばいつでもたくさん動画があると思うので、ぜひ見ていただければ幸いです。料理動画なんかも YouTube の中にはたくさんのレシピが公開されているので、もう過去の動画ってね、本当に再生されることってあんまりないんですよね。なので本当に検索していただいた方とか、私の再生リストから見ていただいた方でないとなかなか動画再生されないと思うので、まあできれば何かレシピをお探しの時は私の再生レシピの中から探していただけると私も嬉しいかなって思います。まあ、過去に主人がテーブルで美味しい美味しいって言っている姿なんかも見れると思うので、まあいいなと思っています。まあ、私自身の心境としては、今あんまり主人がいる過去の動画はあんまり見たくないんですよね。まあ、でもね、本当にいつでも見たいと思った時に見れるっていうことで、まあ、宝物だなって思っています。で、私自身の心境としては、今はあんまりそういう過去の動画はあまり見たくないなっていう心境です。こういう心境ももう時によっていろいろ変化していくのかななんて思ってるんですよね。うん、
で私はやっとその何だろう過去 の, あ の, その思い出のフラッシュバックからちょっと解放された時期でもあるので、今はちょっと私の主人が出ている過去の動画はちょっとあの見るのは控えようかなって思っている段階です。で今日の話題なんですけど、今日も本当に雑談なんですけど、まあ本当にねイタリアも急に涼しくなりました。これおそらく世界全体で起こっているのかな。あのコメントでもなんか他にも雪が降った地域があるっていうようなことをあの書いてくれた人がいたんですけど、まあ、イタリアでも雪が降った北部の地域あったみたいです。天気予報のアプリを見ていても、まあ、あの10度ぐらい下がってるんですよね。1週間ぐらい前は、まあ、最高気温が33度とか34度とかあったのに、今は、まあ、あの最高気温が23度とか24度とかってそのぐらいなんですよね。なので、まあ、あのここ3、4日でいきなりあのその最高気温も最低気温もだいたい10度ぐらい下がってしまったっていう感じで、まあ本当にね、まあ、いつもの通り、まあ、毎回そういうことが多いんですけど、イタリアの気候ではいきなり暑くなったりいきなり寒くなったりすることが多いんですけど、まあ、今回は特にあのその夏が暑かったのもあって、それがいきなり来たっていうので、ものすごくそのいきなり来た印象が強いですね。まあなので本当に今はもうちょっと袖なしはちょっと寒いかなっていう感じで、まあ、今半袖なんですけど、あのズボンも短パンなんてちょっと寒いかなっていう感じで、まあ、今もあのジーンズ、長いジーンズに靴下を履くようになりました。まあ、早急に秋に向けての衣替えをしなければいけないなっていう感じで、特にあのイタリアの夏は本当に暑くて、本当の真夏の時期の服っていうのは、まあ、あのこのチャンネルをご覧になっている方は分かると思うんですけど、ほとんど私もノースリーブで、まあ、私の服装でも季節感が分かると思うんですけど、まあ、イタリアの本当の暑い夏っていうのはもう半袖も着れない、着ていないっていうぐらいで、まあ、毎日ノースリーブ、タンクトップ、まあ、本当にサマードレスとかで、もう本当に何だろう、足をなるべく覆わないスタイルが主流なんですけど、もうあのこのぐらいの季節になると、もうちょっとノースリーブは寒いし、半袖で、まあ、ちょっとあのサンダルも寒いかなっていう感じなので、まあそうなんですよね。同じ夏の服でも、あの今は中間の服をあの出さなければいけなくて、まあちょっと慌てて、その、ちょっと出しづらいところにあった服を、あの、完全な夏服と場所を交換しなければいけないかなっていう感じで、まあ早急にやろうと思っています。という感じで、本当にすっかりね、夏が終わってしまいました。でも夏が終わるともうすぐクリスマスの季節になっちゃうんだなっていう感じで、まあ、本当にあっという間ですよね。うん、でそうですね、その他の話題、前回あのちょっとケムトレイルのお話をしたんですけど、まあ、少し前に、まあ、散々ちょっとその飛行機雲が格子状に見えていた時期があって、まあ、直後ぐらいに案の定天気が悪くなって、まあ、ここ数日天気が悪い日が続いていたんですよね。時々雨が降ったり、ちょっと嵐のような風が強かったりとかして、そして今日はまあ晴れているんですけども、気温はまあ本当に夏が終わった気温になってしまったというか、本当に先ほども言ったんですけど10度ぐらい下がってしまって、すっかり秋の気配になってしまいました。でそんな感じで夏の終わりを実感している今日この頃です。で、まあ、世界情勢の話はね、本当にまあ戦争をね、 NATO がやりたがってるっていうような話ばかりだとか、まあ、本当に嫌気がさせてしまうことが多いんですけど、まあ、個人的にね、私がその中でまあ興味を持っている話題っていうのは、あのトルコの件なんですよね。でトルコがブリックスに、加盟したがっているっていう話なんですよね。なんか加盟をあの申請してるのかな、ブリックスに。で、あのそれに対してラブロフが、あのトルコはブリックスに加盟してもいいけれども、あのするならば、あの NATO として、ロシアに敵対するための武器を供給するようなことはしてはいけないっていうことを言ったそうなんですね。で、まあ、これは本当にすごく真っ当な意見だと思うんですけど、まあ、その後それがどうなってかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあ、私はこのトルコっていうのは、この世の中の情勢をが変わるかどうかの、まあ、すごいネックになっていると思うんですね。まあ、本当にトルコあの素晴らしいですよね。 NATO に一応加盟してるけれども、まあ、あのイスラエルに
反対してますし、アラブ諸国の方を擁護しているはずですし、そう、ウクライナとロシアの戦争に関しても、まあ、今までね、和平交渉をするために散々いろいろな努力をしてきた国でもありますし、本当にその今後どうなるかっていうのはトルコにもかかっているんじゃないかなって思うんですよね。日本の反グローバリズム界隈の話題ではイタリアのメローニ首相が期待されているような意見もあるようなんですけど、まあ、イタリア国内の反グローバリズム界隈ではメローニ首相に期待できるっていうような意見は全くなくて、まあ、メローニっていうのはまあ口で言ってるばかりで、結局はアメリカとか NATO とか EU の言うことに通従してせざるを得ない状況なんですよね。でメローニ自体が、まあ、小さな女の子の子供がいたりしますから、まあ、絶対その何だろう脅迫されてるはずなんですよ。まあ、だからね、下手なことできないと思うんですよね。だからメローニ首相に何かを期待するのは、まあ、できないなっていうふうに思ってるんですけど、トルコとかあとハンガリーのオルバン首相とかは、まあ、本当に反骨精神すごいですから、まあいろいろとね頑張ってくれているんですけど、本当に負けないで頑張ってほしいなって思っています。でなので最近の話題としては、私はそのトルコがブリックス加盟を希望しているという話にちょっと希望が持てました。っていうのはね、そのトルコっていうのは実は NATO の中で軍事力が、まあ、2番目アメリカの次に強い国みたいなんですね。なので NATO がもしもトルコを失うようなことになってしまうと、まあ、すごく、ね、大打撃なようなんです。なのでその軍事力という面で NATO は、まあ、トルコを絶対に、留めておきたいはずですけど、トルコが武器を供給しないっていう話になると、まあ、本当に NATO の力が弱まると思うので、まあ、ちょっとこれは期待できる話かななんて思っています。それから、まあ、ちょっとね話は変わるんですけど、面白いなって思ったことがあって、これね大輝が共有してくれた話なんですけど、フェデスっていうねイタリアの有名なラッパーがいるんですけど、まあ、本当にもう首からもう全部タトゥーが入っていて有名なラッパーがいるんですね。でその人がねコンサート中にアウトチューンでわかるのかな、このマイクから拾った声を全部自動で音声とか音程を調節できる機能なんですけど、最近のイタリアでは本当にラップっていうかトラップって言われてることが多いんですけど、こちらでは、まあ、ちょっとラップとトラップの違いはちょっと音楽の質なのか、ちょっとその辺詳しいことはよくわからないんですけど、まあ、ちょっとねラップをもっと暴力的にしたような描写 の歌詞が激しいような音楽がイタリアでも流行っていて、まあ、私大嫌いなんですけどね、本当に最近の若者そんな音楽ばっかり聴いていて本当になんかちょっと残念な思いなんですけど、そういう歌手たちは、まあ、ほとんど音程もきちんとしていないっていうらしいんですね。まあ、とにかく歌詞さえ作ってその歌詞をそのリズムに乗せて発言すれば、まあ、あとはそのアウトチューンが勝手に音程調節してやってくれるっていうようなシステムみたいなんですね。で、そうで話を元に戻すと、そのフェデスっていうそのジャンルの中でも最も成功しているその歌手のコンサートの最中にそのアウトチューンが故障かなんかで機能しなくなってしまったらしいんですね。でその時の歌声が、まあ、本当にひどくて、まあ、全然音程も外れていて、まあ、もう本当に普段の聞き慣れた音楽からは程遠いような感じで、まあ、本当にがっかりさせるような映像だったんですね。それがまあインスタですごい拡散されてしまったみたいなんですよ。でそれ大輝が私にも見せてくれて、もう私も結構驚愕で、こんなにひどいの、歌い方こんなに下手なのって思ってね、びっくりしてしまったんですよね。だからまあそれでその何だろう、今世の中に出回っているものがいかに上辺だけのものというか、その人工で作られた偽のものであるか、そういうののすごい象徴だなって思ったんですよ。だからその映像がちょっと拡散されたことで、その今の世の中のひどさに少しでも気づいてくれる人が多ければいいんだけどなって思ったんですね。まあ本当に今ね、何でも人工のものを流行らせようとしてますよね。もうその
ネットの世界でも何が本物で何が偽物なのかわからない状態になってますから、まあ偽物と本物が全部ごちゃになっていて、で食べ物もそうですよね。もう何が本物で何が偽物なのか、そのうち人工肉なんかが普及してしまったら、どれが本当のお肉でどれが人工のお肉なのかわからなくなってしまいますよね。そのうち人工の魚、人工の野菜とか出回ってくるかもしれないですし、まあそうやってどんどんその人工のものを広めようとしている世の中で、その象徴だなって思ったんです。フェデスっていう本当にイタリアで一番有名なラッパーが、あれほど歌が下手だったっていうことが発覚してしまったっていうことは、私たちがいかに偽物に騙されているかっていうことの象徴だと思いました。そんな感じでね、このフェデスのその歌声、本当の歌声が拡散されてしまったことは、ちょっとね、興味深い出来事だったなって思いました。今日はそんな感じかな。こんな感じでまた雑談なんですけど、ちょっと最近思ったことをお話ししてみました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。